いただきます。まだまだ行きます。やりたい放題になってまいりました。はい、こんにちは。今回はボクシング史上おそらく永遠に破られないと思われている5つの記録を紹介いたします。ウィルフレッド・ベニテスは17歳の時に WBA 世界スーパーライト級王者アントニオ・セルバンテスに挑戦しました。幼少期に父から厳しい練習を課された反動からプロ入りした時は練習嫌いとなっていましたが、すでに一流ボクサーとしての土台は出来上がっておりました。ベニテスは13歳年上で、すでに60戦のキャリアを誇る王者を翻弄いたします。そして17歳のベニテスが30歳の王者を判定で破り、最年少世界王者となったのでした。その後ベニテスはシュガー・レイ・レナードやトーマス・ハーンズ、ロベルト・デュランなど強豪ボクサーと戦うこととなります。ベニテスが優れているのは抜群の距離感と相手の連打を簡単にかいくぐる防御の技術です。ベニテスは距離を巧みに操ってパンチを外すことも、上体の動きでパンチを外すこともできます。ベニテスはレナードとハーンズには負けましたが、デュランには勝っているのです。デュランはあまりにもパンチが当たらないので試合中に冷静さを失うほどでした。アーチ・ムーアの KO 数は129、131、または141と言われておりますが、いずれにせよ絶対に破られない記録でしょう。また試合数も219と桁外れに多いですね。ライトヘビー級だったムーアはヘビー級のロッキー・マルシアノやパターソン、アリには惨敗しております。ムーアのボクシングスタイルは硬いクロスアームディフェンスを用い、破壊的な左右強打で相手を叩き潰すスタイルです。ガードの硬さはアルマジロスタイルとも呼ばれておりました。ちなみにブランクから復帰したジョージ・フォアマンにクロスアームディフェンスを教えたのはこのアーチ・ムーアなのです。このような硬い防御と破壊力のある攻撃で長年にわたって戦い、敬語を量産したのです。マニー・パッキャオが初めて世界王者になった時はフライ級でした。当時は荒削りだったパッキャオですが、パンチ力は相当ありました。フライ級時代のパッキャオと対戦した寺尾選手は鉄パイプで殴られたようだったと当時を振り返っておりました。有利から王座を奪ったチャッチャイですが、パッキャオのパンチの前に沈んだのでした。2つ目の世界のベルトはフライ級から3階級上のスーパーバンタム級のタイトルです。当時のマルコ・アントニオ・バレラはエリック・モラレスやナジム・ハメドにも勝っているスーパースターです。誰もがパッキャオが勝利するとは思っていなかったのです。しかしそんなスーパースターをパッキャオは破ってしまうのです。そしてここからパッキャオの数々の番狂わせが始まるのです。スーパーフェザー級ではファンマヌエル・マルケスと
激闘を演じました。ライト級ではデイビッド・ディアスを倒しました。パワーと打たれ強さを誇るハットンもパッキャオには2ラウンドで倒されました。体の大きなコット、そして守りの鉄壁なコットでさえパッキャオは打ち崩したのです。マルガリートとの一戦は両者の体格差が注目されました。フライ級がスタートだったパッキャオとマルガリートの身長差は10センチ以上、そして試合当日の体重差は10キロ近かったのです。それでもパッキャオは一方的に打ちまくり勝ってしまったのです。パッキャオはフライ級からスーパーウェルター級まで渡ってきました。実に11階級、体重差も19キロ以上なのです。もう一度フライ級のパッキャオとスーパーウェルター級のパッキャオを見比べてください。対戦相手の大きさも全然違います。ジャック・ジョンソン以来史上2人目のアフリカ系アメリカ人世界ヘビー級王者であるジョー・ルイスはそのタイトルを25回も防衛いたしました。褐色の爆撃機と呼ばれたジョー・ルイスは11年間の間に前階級を通じて最多防衛記録である世界王座25回連続防衛を成し遂げたのです。この記録は現在も破られておりません。ルイスの戦いぶりはクリーンで、反則で減点されたことやローブローの注意を受けたことさえ一度もありません。そして端正なスタイルから繰り出されるパンチのすべてが切れ味、破壊力ともに抜群で、 KO する爪も鋭かったのです。ジョー・ルイスの一戦で有名な試合はマックス・シュメリングとの一戦です。当時は第二次世界大戦前ということで、ドイツのヒトラーがアメリカのボクサーを叩きのめせとシュメリングをアメリカに送り込んできたので、注目度は尋常ではなかったのです。第二次世界大戦前哨戦と目打たれた決戦の前に、アメリカの大統領フランクリン・ルーズベルトからホワイトハウスに招待され激励を受けたので、プレッシャーは非常に大きかったと思います。前作のアンスリンはムエタイ選手としてルンピニースタジアムのスーパーライト級王者でありました。ボクシング転向後、当時のマネージャーが3戦目で世界を取ると豪語し、デビュー戦はいきなり世界ランカーと戦い1ラウンドでノックアウトしたのです。そしてデビュー3戦目で世界王者ペリコ・フェルナンデスに挑戦し、見事に KO 勝利を飾り世界王者となったのです。前作は世界王者として日本に来日し、ガッツ石松さんと試合をしました。6ラウンドに前作の強いパンチが容赦なく襲いかかります。起き上がった石松選手に前作はボディへ連打を浴びせます。約15キロの減量を強いられた石松選手には、前作のボディ攻撃はあまりにも強烈でした。